皆さんこんにちは、ヤマチャンネルのヤマケンです。キャプテン翼戦いドリームチーム、今月のドリームフェス始まりました。今回はこの4選手が、ピックアップされているということで、個人的には新田が出てくれれば一番嬉しいなと思います。ちょっとじゃあ詳細の方見ていきます。はい、ではこちら、今回ピックアップされている選手の一人目、新田俊。この選手、ここ見てもらうと分かるんですけど、ペナルティーエリア内でのパラメーターが 15% アップということで、フォワードの選手なんで、ペナルティーエリアの中に入っちゃえば、その時点でパラメーターが 15% 上がると。で、シュートも強烈なシュート、クロスに合わせるシュートと通常のシュート、2つ S ランクの技を持っているので、15% パラメーターが上がってシュート打てば、かなりの確率でゴールしてくれるんじゃないかなということで、フォワード不足の山チャンネルには、かなり欲しい選手になります。ね、そんな感じ。で、2人目が、前々回かな?で、ピックアップされた、選手なんですけど、ミカエルになります。で、この選手、リーダースキル、海外選手の全パラメーターが 15% アップというのを持っているので、山チャンネル基本的に海外選手が多いので、この選手出てくれてもありがたいなと。で、選手としても優秀で、ディフェンシブミッドフィルダーの選手なんですけど、ドリブル、シュート、パスと、3つ S ランクの技を持っているという選手になってます。全力サッカー発動中は、しかも全パラメーターが 20% 上がるので、この選手もかなり強いと思います。で、3体目、ミカエルと一緒に出たラファエルになります。で、この選手はもう、日本人とか海外選手関係なく、全選手の全パラメーターが 12% アップっていうスキルを持っていて、オフェンシブでもディフェンシブでも使える選手。で、パス、ドリブル、タックルの S ランクの技を持ってるっていう。これもかなり使い勝手のいい選手になってます。で、ラストが、サリナス。これはゴールキーパーの選手です。この選手も強いんですけど、個人的には、ゴールキーパー、ヘルナンデス持っているので、もし、フェスゲンのキャラが当たってくれるんであれば、この辺の3選手が出てくれたらありがたいかなと思います。で、提供割合をおっしゃうとなんか今回固まっちゃうので、口頭で説明すると、次は、5% になってます。5% の壁乗り越えて虹玉が出てくれると、あとはドリフェスの選手なのか通常の選手なのかっていう、その抽選もあるんですけど、ちなみに山チャンネルではもう半年近く新しいドリフェスの選手引けてないです。ね。なので、今回はなんとか当てれればなと思います。ということで、早速じゃあ引いていこうと思います。で、10連目いきます。もう最初の10連で出るとか、あるといいんですけど、金、1、2、3、4、5は、これ、縛れば熱いです。いきます。あ、来た。これは、虹玉は確定したんじゃないかなと思います。はい、虹が1個。これが、ピックアップ選手だったら、すごいんですけど、いきます。あー、もう過熱。はい、ということで、フェスゲンの選手だと、このイラストの横に顔が書いてあるんで、もう一つ分かりやすいんですけど、今回はフェスゲンではないカルツでした。タックルだけ S ランクの技を持ってるっていう、そんな選手です。はい、ということで 5% の壁は超えたんですけど、フェスゲンが引けないという形でした。じゃあ20連目いきます。
もう一回取り、4話か5話。1、2、3話だと厳しい。いきます。縛れば、縛らない。あ、これはきつい。今の金枠も全部埋まっててくれると、なくはないぐらいまでは可能性上がるんですけど、まあ、こっから逆転もあるんですけど、ちょっと厳しいかなと。はい、ということで20連目は何も引けませんでした。じゃあ30連目いきます。可能性的には、まあ、ここ来てもおかしくないと思うんですけど、よし、いきます。飛びが1、2は、うわ、厳しい。いきます。うわ、しわんない。さあ、これは厳しいでしょう。ここで逆転があったらもう感動するんですけどね、それはさすがにないみたいです。はい、じゃあ40連目、まあ、40連して2体だったら確率通りなので、ね、確率的には出るはずです。いきます。怖いな。はい、1、2、3、うわ、3話いきます。あ、レインボー、ここはあの虹玉確定しました。ピキン。はい、あとはフェスゲンキャラお願いします。最後の方だ。せーの、はい、若島津。いらない方の若島津、しかもね、なぜ出ない。はい、ということで、まあ、三角飛びの S ランクの技は持ってるんですけど、これもフェスゲンではない、あの通常キャラの、まあ、当たりということで、うん、引けないということで、もう50連目、これでラストにしたいと思います。最後お願いします。よし、これね、来るかな。じゃ、いきます。どう、お、レインボー。1、2、鳥にはですけど、これレインボーなので、おそらく虹玉は確定してます。はい、確定してます。一つか、一つ。これがフェスゲンだったらありがたいんですけど、いきます。はい、起きた、新田。俺がいただく。半年ぶりにフェスゲンキャラ引くことができました。よかった。はい、じゃあちょっと改めて新田選手見ていきます。はい、ということで、この辺でも全員の全パラメーターが 12% アップというチームスキル持ってますし、特技で、あの、ペナルティエリアの中では全パラメーターが 15% アップと。で、まあ、はやぶさシュート、はやぶさ蹴り、ハイスピードドリブルと。この3つの特技を持ってます。いやー、久々に引くことができました。はい、ということで、来月は、まあ、クリスマスとか、あとお正月があるので、何かそういうイベントの大きな、あの、ガチャ出ると思うので、やっていこうと思います。今回は、ありがとうございました。